ズルツバッハは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州マインタウヌス郡の町村である。ズルツバッハは、1964年に開業したドイツで最初のショッピングセンター、マインタウヌスセンターで知られている。マインタウヌスセンターズルツバッハは、マインボンチとタウヌス山地南端の間に位置している。南は、フランクフルトアムマインと接している。 フランクフルトの中心街までは1 5トル、フランクフルト空港までは1 8トル、ビースバーデンまでは3 5トルの距離にある。長域を南から北に、かつては主要街道だったケイニヒシュタイナー通り、すなわち修道ル3 2 6 6号線が、かすめて通っている。この道路は現在、ホルダータウンス地方の主要な連絡路となっており、2010年に、 4車線に拡張された。ズルツバッハは、その大部分がオ土室の土地に位置している。それ以外は砂や泥が、一部はロームと、一部は重く肥沃な氷土と混ざった土地である。こうした土壌は農業に適している。ズルツバッハでは、10軒が営農している。最初の定住時代からすでに、ズルツバッハでは、穀物の栽培が行われていた。後には、 ジャガイモやトウモロコシの栽培が行われ現在まで続いている。最近では菜種や天才の栽培が増えている。農産物の直販は多くのズルツバッハの商店にとって重要な商品である。新鮮な食料品が農家から直接納入されることは住民たちから高く評価されている。ズルツバッハは北東はシュバルバッハムタウヌス、南は 日独立市のフランクフルトアムマイン、西はリーダーバッハアムタウヌズ、北西はバートゾーデンアムタウヌズと境を接している。ズルズバッハは1035年に初めて文献に記録されている。領主が入れ替わる時代があり、時に自由都市フランクフルトに担保として委託された時期もあったが、その後ライヒスドルフとなった。高等裁判権は1561年には、 フランクフルトとプファルツ選帝校が分割して所有していたが1613年にプファルツ選帝校のものとなった。30年戦争では平スとの戦いの際にこの村は焼き払われ、これにより教会も被害を受けた。1650年のベルクシトラセ会談の後、領土交換によりズルツバフ派の大官はマインズ選帝校が担当することとなった。 最も古い部分は1150年にまで遡る、教会は1660年に再建され、1724年に改築されている。ズルツバッハは最後まで帝国直轄の村として存続し続けたわずか5つの村の一つであった。この村は1804年からライン側右岸側のマインズ選定綱領とともにナッサウ大公国の一部となり、 1866年にプロイセン王国領となった。第二次世界大戦後、ズルツバッハは新たに設けられたヘッセン州の一部となった。1970年代のヘッセン州の地域再編の際、この町は、町長、カール・ライン家の尽力により、町域をわずかに改変されただけであった。バーとゾーデン・アムタウヌスへの合併計画は、住民の強い抵抗とヘッセン州。 意見審査裁判所への提訴により、り溶けられた。1964年、町内に、アメリカのショッピングセンターをモデルとした、マインタウンスセンターが建設され、ズルツバッハの堅実な税収減となった。ズルツバッハのプロテスタント教会ズルツバッハには、カトリック教会が一棟、プロテスタント教会が一棟と、新首都派教会がある。プラッツアンデアリンでのプロテスタント教会は、 8世紀の木造教会を起源とする。現在の教会堂で最も古い部分は1031年の教会堂である。内部がフレスコで飾られた教会堂のアプシスは15世紀に建造されたものである。当時の教会堂は30年戦争の間、1622年6月7日の兵士との戦いで完全に消失した。 この教会道の詳細については分かっていない。1652年から1659年に教会が建立された。現在の教会道は1724年に建設されたものである。この教会は本来の建築様式であるバロック様式とロマネスク様式やゴシック様式の時代の礼拝堂とに分けることができる。内部には二機の祭壇。 二つの聖火体積とオルガンがある。ズルツバッハの町役場ズルツバッハの長議会は31議席からなる。エルマー・ボチークは2015年11月22日の選挙で55.3%の票を獲得し、対立候補のレナーテ・ボルフを破って町長々に選出された。この選挙の投票率は52.6%であった。エルマー・ボチークは 2016年5月1日に、町長に就任した。ズンガラ、赤字に取り付け、金具が付いた白車ケーゼフラー1985年に、ケーゼフラーの記念碑が建立された。中世、ズルツバッハでは、ハントケスの生産が普及していた。ズルツバッハの農夫たちはこれを、フランクフルトのマーケットで売っていた。この付近では、ズルツバッハはふざけて、ケスバッハと呼ばれていた。 これにちなんで、町の950年祭に銅像が混流されたので、ある。ワインの産地で、ワインの女王が選ばれるように、ズルツバッハでは2010年から、毎年ズルツバッハのケスフラーが選ばれる。1990年から、ズルツバッハは、エルツ産地の町シェーンハイデと、姉妹自治体となった。2000年のアドベントに、両町の姉妹自治体締結を示すため、 町の中心にある広場ダレスにエルツ山地の収束であるクリスマスピラミッドが設けられた。教会前の広場プラッツ・アンデアリンデにビュルガーブルンネンがある。この泉は制道製のリング型のモニュメントからなり1989年に作られた。デアパルクは町の中を通る鉄道沿いに設けられている。公園の中をズルツバッハ川が流れ、 公園の中央で池を形成している。その傍らに公開イベントに利用されるアズマ屋がある。クレッチュマーシューレこの町には以下の学校がある。この他に5つの幼稚園がある。青年活動のためには有限とハウスがある。アイヒバルトハレズルツバッハは町の体育館である。ズルツバッハ自衛消防団は1930年から活動しており、 本部には7台の車両を有している。フィリップ・ヤーコップ・クレッチューマー、ありがとうございます。